こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画の描き方や画材について、そしてメイキングなどを公開しています。今回は水彩でお花を描きます。こちらダリアです。去年も描いたんですけど、個人的にあまり納得のいかない出来だったということで、リベンジしたいと思います。だいたい夏から秋にかけて花を咲かせるそうです。なのでこの時期にもいいかなと思って。ダリアってたくさん品種があって見た目が様々なんですけれども、今回は丸い形をしたダリアを描きます。ボール咲きっていうんですかね。ご覧の通り花びらがたくさんあって、重なりを表現するのが大変そうではあるのですが、なるべくシンプルな色使いで描いてみようと思います。まず最初に使う画材の紹介をしてから、下書き、そして完成までお見せします。水彩でお花描いてみたいなって気になってる方、ぜひご覧ください。そうしましたら、まず使用する画材を紹介します。まず紙はラングトンという水彩紙です。これ皆さんそれぞれお気に入りの水彩紙を使って描いていただいて構いません。こちらのラングトンという紙は紙の目に特徴があって、触ってみるとサラッとしているんですけれども、程よい中目の優しい風合いをしています。結構紙によって色のにじみの広がり方違ったりするので、時には紙を変えて描いてみるのもおすすめです。そしてまず下書きをしていくわけですが、こちらのステトラーの鉛筆を使っていきます。これはいつもいつも言ってることなんですけれども、鉛筆の濃さ、だいたい HB から 2B の間の濃さを使って軽い筆圧で下書きするといいです。なんでかっていうと、色を塗るときに鉛筆の線があまりにも主張が強く残っていると、水彩の淡い色が活かしきれないことがあります。今回のダリアみたいに花びらの枚数が多くて緻密なモチーフだと、どうしてもこう頑張ってね、カリカリと描いているうちに筆圧が強くなりがちなんですが、まあくまでも色を塗るためのガイドラインなので、さっと柔らかく描くようにするといいです。で、線を描き直すときには、硬いプラスチック消しゴムよりも柔らかい練り消しゴムの方が紙を傷めずに消すことができます。こちらもすでにね、薄汚れてますけれども、元はバニーのイージークリーナーという練り消しゴムです。これ大きな塊から小さくちぎって使っています。絵の具はホルベイン透明水彩。今回のダリアピンク色ですので、オペラやブライトローズ、キナクリドンマゼンタといった色を中心に、背景は茎とか葉っぱの緑っぽくしたので、こっちの明るい方よりも暗いフーカスグリーン、サップグリーン、このあたりの緑にプルシャンブルーを少し混ぜて塗っています。で、筆はホルベインのブラックリセーブル使っていきます。大きさは8号と12号の筆です。塗り始め、広い面積を塗るときは12号の筆を使って広く塗りまして、だんだん絵が進むにつれて少し小さめのサイズ8号で塗っています。今乾いた状態なんですが、はい、ちょっと濡らしてみると、この先っちょのところがスッと尖ってくれて、8号の大きさでも結構細かい部分まで塗れます。はい、それからですね、じゃん、これ仕上げに少し画面の中に効果を加えたい時にスパッタリングを使うことがあります。これ金網と歯ブラシ、もしくは歯ブラシ単体でもスパッタリングはできるんですが、ちょっと画面の中に何か一つ効果を加えたいなっていう時に、こう歯ブラシに絵の具を含ませて金網に当ててこすると絵の具を飛ばすことができたり、絵の具を含ませた歯ブラシそのものを指で弾いて絵の具を飛ばすこともできます。仕上げの時にちょっとした工夫をすると、それだけで完成度がぐっと上がったり見栄えが変わったりすることがありますので、ちょっとしたテクニックとして覚えておくといいかもしれません。まあとは水入れと水分調整用のタオル。タオルは水入れの下に敷いておくと便利です。それではこれらの道具使って描いていきます。はい、それでは早速下書きからしていきます。まず丸い形を描きまして、ダリア全体の形を取ります。中心のまだ花びらが閉じて塊になっている部分から、少し外側の層、一番外側の層と3つくらいの層に分けて下書きしていきます。目印になるようなちょっと特徴的な形をした花びらだったりとか、外側の輪郭を決めている花びらを目印にしながら描き進めているっていう感じです。ダリアの中心の部分は丸い球体になっているんですけれども、少し開きかけの周りの花びらはくるっと丸めた紙のような形をしています。一つ一つがくるっと丸まった形でそれぞれの方向を向いています。ここの立体感がなかなかの難所です。で、その外側に行くにつれて、しっかり花びらが開いていきます。で、茎の形は比較的まっすぐ伸びています。
なんかあんまり私が参考にしている写真だとはっきりした形で写っている葉っぱがなかったです。で、中心の部分から細かく花びらを描いていきます。中心に近い花びらの方がくるっとした巻きが強いので、そこをよく観察しながら描いていきます。一生懸命描いてますが、花びら一枚一枚をしっかり目で追って形も正確にっていう描き方じゃなくてもいいと思います。水彩の色ってふんわりしていて柔らかい感じなので、なんかどちらかというと私の下書きって結構ゴリゴリしてるというかやりすぎなのかなっていう気もするので、どうしても私は花びらを一枚一枚折って描いてしまう癖があるんですけれども、外側の輪郭だけであとは中心を少し描く程度の下書きで着彩に移ってもいいのかなって思います。それではここから色塗りに入っていきます。まず画面全体を水で濡らして背景の方から塗っていきます。背景は緑系の色で塗っていきます。花がピンク色なので緑色の背景とピンクの花の対比が結構いい感じのコントラストになるんじゃないかなと期待してます。ラングトンという紙はにじみも綺麗に広がりますし、小回りも効くというかリフティングがしやすくって色の修正が効くのでとってもいい紙です。たまににじみが思ってたように広がらなくて慌てちゃう時があるんですけれども、リフティングも綺麗にできる紙なので、ちょっと失敗しちゃったなっていうところはまだ画面が濡れているうちに、あるいは水筆で濡らしてからティッシュでトントンって押さえると色が綺麗に取れます。そしてダリア本体の色もですね、にじみを使って塗っていきます。なんとなくにじみを使って塗った方が色ムラが少ないというか、水が絵の具を運んでいってくれるのでとても水彩画らしい雰囲気にしやすいです。髪も素晴らしいですし、透明水彩の色が綺麗に広がります。で、今使っている色はオペラとキナクリドマゼンタを混ぜて作った色だと思います。ちょこちょこ塗っている色はオペラを多めに混ぜて作った色です。花はオペラとキナクリドンマゼンタとブライトローズを混ぜて配合をいろいろ変えながら塗っています。透明水彩の中でもどれぐらい透明度があるかっていうのは割と色ごとによって違ったりするんですけれども、この鮮やかな赤とかピンク系の色は乾いた後の透明度が高いと使ってて個人的に思います。とっても華やかな色たちです。最初に塗っている時ほどではないですけれども、少しだけ画面を濡らしてまだ乾かないうちに色を重ねることによって少しだけ色がにじんでくれます。画面が濡れているほどにじみも大きく広がっていくので、水分量を調節してにじみをコントロールしてみてください。重ね塗りの時はキナクリドンマゼンタ多めにして塗っています。鼻の下の方を結構濃いめの色を使って塗っています。これは花びらの重なっている立体感を出すためです。割と下の方が暗くなっていることが多くて、花の上側は光が当たって白っぽく明るくなっているところが多いので、色をのせるときは少し慎重に塗りましょう。部分的に見るというよりかは花全体の立体感、丸みだったり引きで見た花びらの重なりだったりっていうのを観察しながら少しずつ色を塗っていきます。ちょっと失敗したなと思ったら、すかさず水筆で濡らしてティッシュで拭き取るっていう方法で修正すればいいので、落ち着いて塗っていきましょう。スッと伸びた茎の色は、プルシャンブルーとサップグリーンを混ぜた色です。結構ね、渋くていい色が出るんですよ。そうしましたら仕上げに入っていきます。これは絵の具を含ませた歯ブラシを金網に当ててこすると絵の具が細かい霧状になって飛んでいくスパッタリングです。これ筆で試すと少し水滴が大きくなります。ということで完成しました。ダリアどうでしょうか。去年のと比べるとちょっとレベルアップしたんじゃないかなって思います。ここまでご視聴くださりありがとうございました。山田成長したな、頑張ったぞと思ってくれた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。皆さんも水彩画でお花描いてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。